こんばんは、楽する暮らしです。我が家のリラックスチェアのニーチェア、汚してしまったので久しぶりに洗濯します。せっかくの機会なので外す様子を紹介します。今回初めて気がつきましたが、本来はドライクリーニングのみ可でした。自己責任で洗濯してまいります。ニーチェア X ロッキング1脚5万5000円、ニーチェア X オットマン1脚3万800円。先日うっかり汚してしまったニーチェア、なんとキッチンで缶詰を開けた時に汁が飛びました。想定外すぎてしばらく経ってから気づいたほどです。時間が経ってしまって落ちるか少々不安ですが、足を外して洗濯していきます。まずは足を外します。ここのネジを4本外します。ネジが外れた時、重さのある肘掛けが動くので何か敷いた方がいいと思います。普通のドライバーでも割と簡単に外せます。電動ドライバーの方が多少かかる時間は短いです。ネジが外れたらこの状態になるので、あとはこの穴からパイプを抜きます。端についている黒いキャップ部分がちょっと通りにくいです。全体的にパイプを引っ張るよりも布を引っ張るようにした方がやりやすかったです。せっかくなのでオットマンも外して洗います。オットマンは持ち手と足をつないでいる4つのネジを外すと、足が外れてシートも取り外せます。サイズの合うドライバーが電動だけだったので電動を使っています。ネジが尖っているので頻繁には外したくありません。ニーチェアロッキングオットマン、ひとまずシートは洗濯します。足に貼っているスポンジシールが劣化してきて床に跡がつくようになったので、ついでに貼り替えます。かなり劣化していたせいか、剥がすのは大変でした。シートの洗い上がりです。シミは落ちませんでした。このシートだけもう一度シミ抜きなどしてみようと思います。我が家の洗濯機ホームクリーニングモードでは洗い地はそこそこつきました。自然乾燥後、アイロンでシワを伸ばし、ベランダで防水スプレーして再度乾かします。乾いたので取り付けていきます。まずはパイプの取り付けです。こっちが上です。端までは難しいことはありませんが、端をしまい込むのに結構力が必要で大変です。次に肘掛け付きの足を取り付けます。このパイプに開いた穴と肘掛けの穴を合わせてネジで締めます。畳んだ状態で穴の位置を合わせるのですが、ロッキングの場合は足の向きが決まっているので注意が必要です。より角度のついている方が前、座った時の足側に来るようにして固定します。この作業は結構難しいです。特に片側の肘掛けをネジで固定した後、反対側を取り付けるのが難しいです。数回しか経験がないのでコツは分かりませんが、今回は1本のネジを少しだけ固定した後に、もう1本のネジも少し固定して、2本をゆっくりと締めていって、なんとか成功しました。取り付けの作業はゆっくりやった方が失敗しないので、普通のドライバーを使った方が楽だと思います。足にスポンジシールを貼ります。防音と当たりテープ2本セットで773円で購入。
以前のものは商品名など全く覚えていなかったので、似ていると思われるものを Amazon で買いました。足を開いた状態で貼っていきます。最初は短く切った後で貼りました。しっかり貼り付ける前なら微調整可能です。2本目は隙間を空けずに貼ることにします。足を持ち上げ、台紙を剥がしたシールをゆっくり貼っていきます。シールを引っ張って動かしながら足を乗せるような感じで貼ると貼りやすかったです。最後に微調整して完了です。続いてオットマンを取り付けます。まずは持ち手にシートを通して、シートの穴から持ち手のネジ穴と足を差し込む穴が見えるようにします。下から足をはめ込み、ネジを締めれば OK です。オットマンは取り外しも取り付けもそんなに難しくありませんでした。なんとか作業完了しました。やっぱり大変でした。今回はネジ締めよりもパイプを入れるのが大変でした。オットマンは初めて外したのですが、こちらは簡単でした。結局締めは落ちませんでしたが、久しぶりに洗うことができてよかったです。本来はドライクリーニングするものですが、またシールの貼り替えもできたので、ひとまずメンテナンス完了としたいと思います。ニーチェアは大事に長く使おうと思っているものなので、自分たちの続けられる方法で今後もメンテナンスしていこうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。